するしない。どうも、稲田愛子です。今回もドラマチギャンブルタク3戦目行ってみたいと思います。赤いっぱいですからね、いっぱい赤が来るようにお祈りしながらやってみましょう。さあ、ではサンマレート20、対戦相手募集しますけれども、本当にこれ早いですからね、いつもね。はい、集まりました。待ち時間ほぼゼロ、これがまた MJ のね、凄さでございます。レトロだな、本当に。こういう絵飾ってあるもんね。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、なんか女の子チックなアイコン2人の方と。トーン1曲、ドラマ9万、プレイヤーはなんちゃです。私なんちゃ、ドラ9万、あ、2枚ありますね。あ、なんちゃ、プレイヤーの敗退はどうでしょうか。これは気分が楽になります。本当ですよ。一体どんな戦いとなるのでしょうか。これはね、ポンポンしていきますよ。ポンポン、おばさん、リャンピーン、いらない。一番最初に仕掛けるのは誰か。あ、ピンズ安くなりそうですね。はい、座布団が始まった。いきなり仕掛けていった。これでリャンハン確定ですね。カミちゃんね、座布団でございますね。 A1 こうしようかな。シート位置も見えるもんね。これウーピンとキューピン泣けたよ。さあ、この範囲合わせて動き出した。これ泣いて漫画あるんでね。こうしよっか、ドーピン場に1枚でね。しまった、ここでポン。すごい可愛い声じゃない。今聞いた、欲しいんだみたいな。あ、チュンじゃない。しまった、可愛いなあの声。テンパイです。ひなた、テンパイ、6球走。しもちゃさんがちょっと前に切ってる球走が間に合ってるから。神茶、ここでさあ、積もった来ました。見事なツボ上がりでした。幸先のいいスタートを切りました。日向、これでトップに浮上しました。まずは一歩リード、一歩リード。でも本当にこれ一歩ですからね、このルールだとね。さあ、私は親です。プレイヤーは親です。赤が4枚。日向、全局は大きい上がりを決めています。これで一歩リードしましたね。見て、さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。全然よくないけど、これで一歩前進。さあ、この範囲に反抗する。何からはできないな。そうしていこう。ひなた、乗っている。乗ってるの。ここから何を引いてくるか。めっちゃ楽ないですか。いきなり仕掛けていった。ゆっくりいきますよ。嘘にはくっつけましょう。あー、ピンズの方が安いね。あいつは切っちゃうか。ここは一歩交代。行ってくか。クリーマー、ひなた、手が進んだ。想図の伸びに期待かな。持ってるでしょ、これ。ひなた、波が来ている。白はどこですか。ここからが腕の見せ所ですよね。村の白は誰がお持ちなんでしょうか。トン切ってみます。ひなた、イーシャンテン。ハイパイとはえらい。さあ、この牌はトン。いきます。あ、ひなた、テンパイ。なんてことでしょう。ドラはポンもローンもされませんでした。パオ、神茶、またも想図を仕掛けた。おテンポがいい。ひなた、上がりきることはできるか。ロピン、まだだっていけてるでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ひなた、これは痛い。チーズ、チーズ、チーズ痛い。まあ、うまく打たれてしまいました。はい、成敗されました。邪悪な生き物は成敗されました。汗上がってね、調子乗ってこういうことするとこうなるんだよっていうね。ドラはイーソー、いいお手本になりましたね。プレイヤーはシャーチャです。ドラはイーソー。現在のトップはめたい。ウーシャンテン、またまだまだトップも狙える位置ですよね。一体どんな結末となるのでしょうか。いい未来あるかしら。これは先ほど切った牌。つもぎりが続きます。つもぎり続いて4シャンテンですよ。ウーシャンテン、いやー、もうこうしようかな。ここは一歩後退。あんまりね、やる気がこの曲ちょっとみなぎらないっていう。これは流し漫画だったか。ここは統一落とし。いや、しないな、しないな。3ピン2枚。
あっとここで仕掛けていく、ヤンピンから動き出しましたね。おしもちゃ、ツモ番が来ない。大丈夫かな。ひなた、これで一歩前進。想像の伸び。ああすごい。かみちゃ、ここでポン。大変だよ。ひなた乗っている。そうじゃね。ああ泣き出した。おたかぜの中から泣いていた。かみちゃんもしもちゃさんも。さあこの範囲ここはスルー。しもちゃさんもみんな仕掛け出して、ヒロピンは通ってる。怖えよこれ。ひなた、これでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ですがですよ。さあこの牌ここも我慢。ひなた、ここでも仕掛けない。なんなのあの数層の感じ。何点なんですか、あなたたち。何点なの、打点教えて。このまま静かに場が進行していくのか。8、4倍で。ああ、かみちゃん、ここでカン。新ドラマウーピン。あ、8。ひなた、イーシャンテン。よくここまで持ってきたな。吐く切れない。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。打ち合わないな。ここはドラを持ってきた。もう撤退しましょう。ああ、ソーズは伸びないと見たのか。ウーピン一応。お、ドン。出た。ここで大きなロンの声。まあうまく打たれてしまいました。ダイヤをトイトイドラドラバンバン。もう嫌ですからね。第1局、ね、ドラマ嘘を何をしました。お、稲妻が走った時はシャンテン数がいい。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。トイツが4組ありますね。チートイツ狙うかな。それでは対局の模様に注目してみましょう。チートイツですか。ハイクとなんないかな。チートイツか。チートイツやだな。重苦しい場になっています。やだな。ひなさんがいるけど、チートイツやだな。しもちゃ、ここはトイツ落とし。あー、こういう方がいいけど。ちょっと、こう言ってみよっか。ドリーマー。ドリーマーひなた。あー、ソーズは伸びないと見たのか。伸びないだろ、ピンズを集めてみよっかみたいな、プレイ方針でございます。ここでおやり。おやりなんでね、注意が必要。ちょっと待って、あいこちょっと最後赤子泣きたかったんだけど、なんでこんな黒一個混ぜてんの。混ぜないっしょこれ。これは神茶の現物ですね。おっかけリーチ。おー、私の本からちょっと、まあ親のリーチ、ね、時代は変わったね。リーチ一発赤ドラ。リーチ一発ドライオン羽マン。そっか、ドライオンか。これ羽マンは結構なまた横移動よ。あわ、なんてことでしょう。私ラスメですけれども、かなりの接戦ですよ。なん大事、めちゃくちゃ親お願いします。プレイヤーは親です。勝つとウーピン。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。これは速攻かな。早い順目でいけそうですね。これはね、泣いていこう。この曲を制することができるのでしょうか。もうこれ高くなんないから。ここはドラを持ってきた。おお、こうかな。ひなた、あっという間に一緒。さあこの範囲に反応する。ここはスルー。チューちゃんパイが立て続けに来ています。人間から泣くのかしら、あれ人は。場は膠着状態。あ、さあ持ってきた。来ました。3ピンが入って面々でリーチ。30秒に噛んだ。おお、ここで噛ん。シンドラは数層。これで一発は消えちゃいましたね。消えちゃったけど、いいドラもらえたから。しもちゃ、プレイヤーのリーチに対応しています。パーソーが早めに切ってるから、ちょっとこれしもちゃ慎重に打っています。いっぱい見えたら、金層とか上がりきることはできるか。おお、神ちゃん、ここで泣いてきた。ロソ取った、ロソ取ったよ。でも急須当たる。私
神茶。ここパンはどこ、誰ですか、誰が持ってるんですか、もちもちですか。あーやっあーやっと神茶、これは強烈な爪上がり。まあうまく打たれてしまいました。これはかわされたぞ、しかも高いぞ。さあ大変でございます。ラス目で迎えました。ここラス44ですよ。ドラは何、赤プレイヤーはシャーチャです。トントナン。この試合もいよいよ大ラスとなりました。ひなた、最後に見せ場を作ってほしいですね。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。1万点差ないですね。ひなた、あっという間に2勝点。パオ、神茶、いきなり仕掛けていった。リーチしましょう。裏ドラもあるんでね。リーチ来た。リーチ、なんかありそうな気がしますよね。これね、キューピン来たらね、順ちゃんになるんですけど、最後のフィニッシュがいいピンとは限らないので、一体どんなこと。おっとロン出た。下茶、裏ドラ痛い。まあびっくり、4点あっという間でした。これどうなっちゃうんだろう。お見事。リーチピン風リペイコドライチなら8000。まくれる、2着になれた。トップはね、なれなかったけれども。さあというわけで最後8000点あかりを決めまして、なんとか2着。ありがとうございました。食らいつきました。そして MJ チップはちょいマイナーになるのね。マイナス200。結構接戦だったね、今回は。みんなギリギリでした。さあというわけでちょっとドキドキしたけど、あ、マイナスついた。マイナス 7.0。 ドキドキしたけど今回は2着。まあでもね、あれだけ勝負って上がれなかったし、これで済んだのはラッキーだと思いたいぐらいでございます。いやみんな強いね。楽しかった。やっぱり赤とドラのおかげで逆転のチャンスをこういただけてる感じでしたね。最後もね、9000点差って結構どうにもね、ドラも赤もなかったら苦しかったけど、2種類裏ドラがあるんだったらリーチもやっぱりありだなって思えたしね。この後またトップ取れるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。